魂死んでるってことだよしこ。怖いよ。なめんじゃねえぞ。頑張れルーヤのパチタレルーヤシーズン7。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、はい、パチタレルーヤシーズン7 10本目。前回がもう伝説の回となる5万発。5万発実感がないですまだ実感ありますか。確かにね、なんかちょっとまだわからないよね、うん、動画が出てみないとわかんないかも。そうだね、うん、反響とかがないとまだ声が、ね、伝わってこない。わかんないですね、まあ、前回絶好調だったお二人に、はい、まあ、今回実践台で用意したのが、AKB48 桜ライトバージョンというところで。おー、桜はさ、うん、まーちゃんがめちゃくちゃ出してたじゃん前 AKB の。そっか、そうだよ。あれか、あれだよ、あれ、あれか。どうした。あれも魂削るからさまた魂削る回なの今回も。 AKB さんにもね、うん、お世話になってるますからね、うん、そのパチンコに関して、うん、そうですね。やっぱ乃木坂さんで5万発出したってことはやっぱ AKB さんでも5万発出しさないとやっぱり合わせる顔がないですからねAKB でも5万発出すんですか。いや、それはそうですよ。 AKB さんの方がパチンコとしては長いですから、お世話になってる時期というのは、ずっと昔からというところで、今回のミッションがこちらになります。おお、いいじゃん、焼肉屋さんだ。はい。長い牛タンって何。いやちょっと気になってたんだよキリン、キリン、牛って言ってんじゃん。牛って書いてある頭も回んないのよ魂いるとねそうだよね皆さん、前回に引き続き今回も5万発出しますよ。皆さん見ててください。この動画悪いと思ったらバッドボタン、チャンネル登録お願いします。Facebook 京楽パチンコ&パチスロ友の会、今すぐ京楽ホームページをチェック。今回も5万発いっちゃいますよ。やっちゃん頑張れ。おー、よーし。もしかしてさ、前回5万発出て今回0玉だった場合さ、パチシャレルーヤ史上最低視聴率かもね。まあ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 、今回は継続率の 93% なんですけども。お、高いですね。やっぱ1日1回休憩したらさ、はい、運ってどうなんですか。変わらず運は自分で呼び寄せるものですから。いいこと言いますね。持ってる時の方がいいってのもありますけど。だって、ああ、うん、持ってる時の方が。私は前回を超えるって意味でも、はい、やっぱ62回。あ、62ね、乃木坂でね、はいはい、乃木パで62回転でしたから、はい、65は行きたいなと思ってます。はい、いやー高いですね目標が。前回ってのはその乃木パの前回の方なんです。あ、そうですよ。この桜のまーちゃんが出した前回じゃなしに。いや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 、乃木パです。65。前回私はちなみに AKB では39でした。あんな続いて39ですよ。あんなの続いたに入りませんよ。いやいや、めちゃくちゃ続いてましたよ。でも私ね、前回の反省があるのよ。やっぱり1個だけね。なーに。その私で終わっちゃったじゃない。うん、やっぱあの一瞬ね、うん、なんかそれまでは、うん、これいつまでなのっていうぐらいの感覚でいたのよ、うん、で交代してもさ全然続くだろうと思ってたんだけど、ちょっと続きすぎてた時あったじゃん。もう5万いって、あったあったあった。で5万いって回っちゃった。交代して座った瞬間すごい不安になっちゃったのよ。えー、
もしかしてこれで私で終わりしちゃったらどうしようって。あ、ネガティブになっちゃったんだ一瞬だけね。やってますね。やっぱ、うん、あの運が来てる時にネガティブになるって、はい、本当にとってもおバカさん。あー、なるほど、はい、おバカさん。やっぱさっきってさ、うん、コンビネーションというか前回ね、うん、やっぱ個々でってよりも2人で戦っていった方が。確かに今まではちょっと正直まーちゃんが当たってる時に触りたくなかったんですよ正直ね。うん、なんか自分が終わらせてしまうんじゃないかという。でもそんなことなかったですね。そのいや、そうです。それってすごくいい作戦でしたよね本当に。だって終わったら終わったでいいじゃない。またどっちかがチャンスをつかめばいいんだから。まあいいこと言うね。なんて言うんだっけ。お、あら、ネクストアップ、ネクストアップ。わあ、ネクストアップ。何これ。だって今いっぱい出てきたよネクストアップの時。本当だ。ちょっと待って、これ初めてじゃない。 Are you ready? Oh yeah. ガチャー。超絶、超絶来たよ。来ましたよ。お、あっちゃんか。うわー、赤の3人すごいよこれ。赤の歌詞しかも見て、16シンパシー 4.5。 すごい、雪圧ゼブラ、雪圧ゼブラ、すごい、ゼブラだ。すごい、すごい、これは激圧、激圧。はい、やったさすがよっちゃん。ありがとうございます。イエーイ。いやーすごい。ジューラシンパシールーレットチャレンジだ。ここだよね。ここを乗り越えないと話にならないですよ。そうなんだよ。満開モード、これ逆に3-1とかの方がいいんだっけ。うん、魂込めるよ。え、今？今？そうだ、当たり前じゃん。よっしゃー、さすがー、さすがー。よっしゃ、よっちゃん、もうこっから本当にもう魂削るから。よし、魂、魂だから、今だよ、今魂、魂、イエーイ。魂を込めるのは、うん、レディーとゴーの時ね。オッケー、今だよ、今、今、魂、やばい。いや、まだまだ魂。あ、ほら、キラちゃんって言ったよね。ってことは、あの違和感に気づいて。違和感だ、行くよ、行く、よし、危ない。で、変わる、変わる、変わる、違和感を見逃さないで。オッケー。これね、あのテンポが速すぎて途中で変われませんので。なるほど、了解です。もうやったからには魂込めてください。魂、今ですよ、今、今、魂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 。おー、さすがです。あー、つらい。いやー、すごい、すごいですよ、お姉さん。よし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 、ありがとう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 。あー、いやもうさすがに体力、あー、やだ、残ってますか。あー、もうカスみたいなもんですよ。もう残りがだけで、はい、もうほぼ残ってません。レディー、今です。魂、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 よし。おー、さすがです、お姉さん。いやー、すごいな。魂、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 やばい、魂。違和感、違和感。お願い、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 お願い。あ、お願い、やばい。いや、まだわかんないよ。まだ引き戻しあるよ、引き戻し。
った今。あれ、なになになに、うわー、終わり、終わっちゃった。ごめんな、まーちゃん、早くて。大丈夫、私が残りの魂で今日の魂は今日使い切る。あんた、あ、やった、私生もつと長い牛タン食べれる。やった、魂の使い方は分かっちゃったからさ、なんか前回よりも魂のこう出口みたいなのを開けるようにはなってきたんだけど。そうですよね、前はなんか何も分からずこう魂って言ったら行くんじゃないかぐらいの感じだったけど、今なんかここの辺のドアというかここの隙間をグッと開けたら魂がこうグーッと出てく入ってくんだろうなっていう感覚がなんか分かった。いい助長ですね。まあ、ちゃん、はい、おいっ子くんがね、魂のやり方、やっぱおいっ子くんの体に合ってるあれなんだって。中にうちらがうちらなりのそういうのありますかって、当たる、これをやったら当たるみたいな。あったらもうやってるよね。そうなのよ、そうなのよ。それがさ、また次の目標が5万発を超えることじゃない。だからその5万発を超えるってなると、やっぱり自分たちのやり方、自分の体に合ったやり方があった方が超えれるんだって。やっぱりでも私一時、まあちょっと使えるか分かんないけど1個だけあったけどね、うん、自分の中で、あ、何これがあったら当たるみたいなの、あの、お腹痛くなったら、あ、言ってたね、お腹痛くなったら当たってたのよ必ず昔はね。それはあったけどね。だからなんか朝始まる前にお腹痛くてもわざと行かなかったりしたかも。あ、なんかさ、そういうの聞くの面白いよね、みんなの ねえ、なんかコメント欄に書いてほしいよね。あ、いいね、なんかさ、みんなのジンクスみたいなね。そう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 、これやったら当たるよみたいなのさ、書いてくんないかな。募集しよう。じゃあ募集して、よっちゃん。オッケー、皆さんの中の、これをやれば当たる、これをやれば勝ったぞという、パチンコのジンクス体験談を募集いたします。コメント欄にそのジンクスを書いてください。こちらまで。よし、どうしよう、1個も集まんなかったら。あ、待って、赤色だ。ゲームのとこ赤だよ。まーちゃん、ゲームのとこ赤。大チャンス。お？紫。紫だけで結構チャンス。AKB フェスティバル。歌おうぜ。真似して。アイドル軍、今の普通超絶。あ、赤色、柏。あ、赤だよ赤。未来が目にしみるよ。これ行くんじゃない、まーちゃん。緑のカットイン。おお、イエーイ。今のちょっと違いましたよね。桜ボタン、桜ボタン。まーちゃん、ホルモンと牛タンゲットです。イエーイ、ありがとう。いいよ、まーちゃん、おめでとう。満開入りましょう。いった。くーなー、やばい、もうファイナルジャッジいってる。いけ、まーちゃん、頑張れ。耐えろ耐えろ、魂。
魂ダメダメ、そんな軽く使っちゃダメだよ魂無理だよさあんたあんた魂軽く使うからそうなるんだよ。魂じゃないよそんなんだったらくないじゃん。何さじゃなしに。やっぱもう体力使いすぎちゃったみたい。そうだね、さっきのでヘトヘトにはなってるね。魂が変わりますか変わりますか。もうちょっと見てみますか。うん、もうちょっとだけ見てみましょうか。あ、なんか卵ポコン。お、リーチ。じゃんけんさ、まゆゆはね、弱いよ。松井ジュリナちゃんが強いんだから。そうなのよ、ジュリナちゃんだ。じゃんけん、ドロー。あー、またドロー。ドローの字が赤いけど。赤赤赤、まーちゃん赤だよ。勝った、すごい、初めて勝ったの見た。勝ったことあるよ。勝ったことあったっけ。ごめん、すごい、勝っただけで当たりだなんて胸を晴らすね、さっきの。頼む。おお、まあ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 、魂入れた今。入れてない。そら入れないとダメだよ。まーちゃん、おいっ子くんがね、魂より負担が少ないものの方がおすすめですだって。そうだよね、すごくね、頭痛がするのやばい。もうあんた今日はいいよ、魂使わなくて。一旦今日は魂やめとこう。帰りの分がなくなっちゃうから。そうだね、変わる変わる、そうだね、変わる。 OK、何これ。あら、フィニッシュチャレンジ。1回にする、1回に全てをかける。もう持たないんだもん。いける、ほんといいこと言うね。なめんじゃねえぞ。おお、
喧嘩してんの。なめんじゃねえぞ。落ち着いて落ち着いて、あんたたち週喧嘩しないの。週1ね。小一、なめんじゃねえぞ。生き様が魂なんだよ。みんな魂削って生きてんだよ。やばいやばい、やばい。魂、周一、お前みたいになパチンコだけに魂使ってる人間の方が珍しいんだ。みんな生きてるだけで魂削って頑張ってんだ。わかるかな。なめんなよ。やばいやばい、あんた魂使いすぎてすごい面倒くさい人になってるわよ。なんか広い。おしえいち、なめんじゃねえぞ。寒い冬の朝に布団から出るとき魂使いませんか。使うわけねえだろ。どこで魂使ってんだお前。しえいち、なめんなよ。どうしたどうした。周一は寒い冬に布団から出るときに魂使うんだって。なめんな。さっきも言ったけど、生きてるだけでみんな魂使ってんだよ。魂がないとただの亡骸になっちまうんだ。肉体に魂が宿るから生きてんだよ。わかるか。みんな魂使ってんだよ常、どんな時も。パチンコだけに魂使ってるってカッコつけたこと言ってんじゃねえよ。なめんな周一。あ、どうしたおばあちゃん、キャラが、あ、キャラが変わってるわよ。あんた魂使いすぎて恐ろしいな。恐ろしいよ。頭が痛い。大丈夫。怖いよ。もうみんな魂使うのはちょっと注意が必要だよ。おい、よしこ、みんな魂使って生きてるって言ってんだろ。やばい、やばいよ、もう。なめんなよ。簡単に魂使っちゃダメだ、こりゃ。とんでもないことになるよ。今の残りの魂は十分の何くらいありますかって、周一が。ゼロだよ、もう。だからゼロってことはもう死んでるってことだよ、しこ。お前なめんじゃねえぞ。怖いよ。なめんじゃねえよ、しこ。怖いよ。ゼロってことはお前はもう死んでるってことだ、わかるか。怖いよ。泣き殻に魂が宿るから人は生きるんだよ。魂がなくなったらただの肉体で泣き殻になっちまうんだ、わかるか。怖いよ、誰だよ。怖いよ、もう。武者行くぞ、武者行くぞ。赤いボタン。あは、2武者行くぞ。おお、花を咲かせてくれよ。あ、あーちゃん、ぬーちゃん。赤。いいよ。エピデイ、エピ、エピデイ、カチューシャ。カチューシャ。やったー、カチューシャゴール。やったー。あー。よし。お願いよっちゃん。お願い。よし、魂入れていくよ。最後の魂だ。最後の魂だよ、これは。最後の魂。最後の魂。ラスタマ、ラスタマ、ラスタマ。頼むよ。何回モード。何回モード。何回。うわ。バイバーイ。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、なんか前回とは打って変わって残ってないですよね。いや、確かに魂が使い切ってんだもん。だってこっちはそうだよ、午前であんだけもう
あっちにめちゃくちゃかけたもんね、前回で。でもって、まひるさんのキャラがなんか、何ですか、あ、覚えてらっしゃらないんですか。え、あなた、とんでもなく口は悪いし。俺、うわぁ、俊一、お前魂についてずっと語ってる。えぇ、ー、はい、どこで魂使ってんだ、お前、俊一、なめんなよ。全然記憶にないです。記憶ない。ごめんなさい。なんか言ってた、シュイチ、私。はい、なんかな、魂の亡骸だの、どうなの。怖い。すごい、シュイチをすごい責めてたってこと。え、嘘でしょ。それ私じゃない。怖い。怖いね。恐ろしいね。もうじゃあそれぐらいもう売っちゃってたんだ、私、魂を。確かに今ようやくなんかしっくりきてるというか、体が。さっきまでなんか他人のお体を扱ってるような感覚ではあった。ふわふわしてたから、今やっとなんか戻ってきたって感じ。あ、本当？すごいしっくりしてるもん、今自分が。良くも悪くもだった ね。 そうだね。魂を使うことの良さと悪さが出ました、ね、ちょっと前半後半でちょっと考えなきゃね。いや、そうだね、次までにね、うん、ちょっとうちらに合わないかも、魂はもうちょっと取り扱い注意、うん、魂は、うん、というところで今回の結果がこちらです。大当たり5回出玉ゼロ。あ、やばい、出ちゃう出ちゃう。なんか今さっきの目になってたよ。怖い人の、怖い時の目になってた今。危ない、今入られかけてた。でも確かになんか耳鳴りがしたんだ。危ない危ない危なかった。危ない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 。ゼロです。まあまあちょっとね、前回が良すぎたってのはありますからね。まあでも言っても生もつと長い牛タンは2人ともゲットってこと。そうです。で、ごちゃ混ぜホルモンがまひるさん。あ、そうだ、ごちゃ混ぜホルモンもまーちゃんだよ。で、まひるさんは、長い牛タンとごちゃ混ぜホルモン。おお。よしこさんは生もつと、長い牛タン。やった。いや、嬉しいです。嬉しい。ちょっと心とお腹を癒してもらおう。そうしましょう。癒させてもらいます。はい、じゃあ行きましょうか。行きますか。行きましょう。では到着しました。よっしゃー、美味しそう。で、よしこさんの前にあるのが生もつ、はい、生もつ。で、まひるさんの前にあるのが、ごちゃ混ぜホルモン、ごちゃホル。で、こちら店長さんの前にあるのが、長い牛タンです。で、今回は店長さんに焼いてもらうと。お願いします。お願いします。はい、大きいですね、生もつは。そうですね。これは豚ですか、牛ですか。これは、全部豚のホルモンが5種類ミックスで。すごい、はい、入ってます。これは豚ですか。でも、はい、豚の大腸ですね。大腸、はい。うわ、いただきます。うん、おいしい。めちゃくちゃおいしい。タンがすんごい長いからめっちゃ歯応えありますね。そうですね。でも柔らかいのよ。柔らかくてこのネギとめちゃくちゃ合いますね。ネギがすごいさっぱりさせてくれる、うん、タンってもともとさっぱり、タンってもともとさっぱりじゃん。なのにそれをさらにさっぱりさせてくれる。ちっちゃい。おいしいです。本当だね、うん、さっぱりしてるんだけど旨味がギュッと詰まってて、この塩だれとお肉の相性も抜群ですし、脂が乗ったお肉に塩だれを置くことによってよりさっぱりいただける、うんうん、すごくおいしいです。めっちゃおいしい。え、さらに真秀さん手元にごちゃ混ぜホルモン。何ですか？ごちゃ混ぜだよ。いただきます。出場になった。噛み応えがすごい。普
ちはコリコリしてんだけど、うん、側面はちょっとこう噛めば噛むほどジューシーになる感じ、でもプニュプニュではない、コリコリなの、面白い食感です。意外とちょっと焦げやすかったりする。いただきます。あ、うん、トイレみたいな音が。おいしい油だね。甘い、甘いですね。なんか油がすごく甘くて、噛めば噛むほど油の甘みがすごい出てくる。なんかさ、全然なくなるんだよ。なくなるんだけど、お肉のガムみたいな。わかる？全然味がなくならない。ずっと食べてられるやつ。めっちゃ美味しい。これ多分絶対ビールに合うんだと思う。めちゃくちゃビールに合うと思う。お酒に。いや、これたまんないですね。どっから見てるのこれ。どっから見てんのって。下から見下げないのよ。失礼だわよ。シティ川越店にお越しの際は、ぜひ秩父焼肉ホルモン坂と丸助さんで美味しいもっと食べてみてくださいね。京楽オリジナルグッズが盛りだくさんの京楽ショップ。京楽ショップではたぬきちやたまちゃんのキャラクターグッズやびっくりマークでおなじみの京楽ロゴをモチーフにしたオリジナルグッズを発売中。 T シャツ、パーカー、ステッカー、グラス、ノートなど多彩なアイテムが揃っています。中には期間限定の商品も、もちろん新商品も続々登場予定です。京楽ファンなら見逃せないグッズが並ぶ京楽ショップをチェックしてね。パチンコ、パチスロライフを自由に投稿できるファンコミュニティサイト、京楽パチンコ&パチスロ友の会。パチンコ好きな仲間が毎日たくさんの投稿で大盛り上がり、京楽の最新情報もいち早くアップされています。ここでしか聞けない開発者の裏話で盛り上がるパチンコアカデミーや、ライターと一緒に飲みながらパチンコ談義できるオンラインイベント情報もいち早く発信中。もちろん誰でも無料で参加できます。詳しくは京楽ホームページをチェック。